さあ、親分の番だ。おい、テラシ、ちょっとジャンプしてみろ。おい、マッツル、ちょっとジャンプしてみろ。セラシだな。これよ、これ悩ましいよね。もはやだって見た目がもうもうすごいもん。え、だってこんだけ金貨持ってて、あいつ重役のライン持ってるから。どういうことだ。一番勝ってる、一番勝ってる、勝ち組じゃないかな。手持ち以外にあるってことだ。そうだな、金貨、ここにある金貨以外にもあるってことだからな。こいつはやばいぞ。おやび、こいつ裏切りますね。ああ、この後がちょっといろいろ会議だな。さあ、行くぜ。5、4、3、2、1、0。スルー。そして、ダスダック君がスルーで、松、お前だ。俺のだ。じゃあ、ちょっと、おやび、ジャンプしてもらっていいですか。おい、ちょっと、ちゃんと音鳴らしてくれよ。おやぶんは身体能力に優れているので、ジャンプをしても音が立たないのだ。なんだと。じゃあ普通に振って、お普通に普通に振ってくれた。ああ、なるほどなるほど、ありがとうございます、ありがとうございます。おやび、もういいのか。もう大丈夫です。じゃあ金貨3枚になります。え、嘘。そういう感じ。あ、ちょっと あのリボで。ああ、金貨3枚リボって一番あれ、一番3枚手出し、手出し。あー、これ微妙だな。いや、あー、お金の音が、あー、うるさい。じゃあ手出し。はい。LINEを交換するなんて不届きなやつめ。お前もな。お前が言うな。お前にだけは言われたくね。どれ、まあ、ここで取りすぎるとチャレンジになってしまうし、取らなすぎても勝てねえしだ。なかなか読み合いがはかどるわけだが。はかどりますね。欲張りすぎて手を突っ込みすぎたんだよ。手がダメ。さあ、行くぞ。5、4、3、2、1。スルー。おお。早く振って。まず振って。ふたくそ。やってくれる？違うところでディスるの。おやびんだな。おお。あ、うん、おやびん。おやみ。おう。担当取り。じゃあ遠慮なくそうさせていただこうかな。まあでもおやみはやっぱこの手の駆け引きに長けてるからこそ今親分で争われるわけです。そうだな。ちょっと上げてんだよ。ポイント上げてんだよ。なんかお裾分けもらえるから。もうやろう。どうあがいてももう脱落してる。認めろ。で、いくぞ。5、4、3、2、1、0。スルーだ。おー、よし、ここで親分の88の特殊能力を使うぜ。そんなにあるの？そんなにある。デビール。いや、そういうのいいじゃん。よし。さあ、金貨を振りな。袋を振りな。そうだ。よし、マッツーもお前だ。俺？今の能力何だったの？まあ、一般人よりも聞こえがいいんじゃない。すごい、超冷静に解説するね。そっか、さすが親ビンだ。さあ、行くぜ。5、チャレンジ。やるね。もうここは下克上だぜ。さあ、行こうじゃねえの。おなんだと。
いつの間に。お前が取ったんだろ。お前が取ったんだろ。俺が取ったんだけど、ダイヤを持っていると全然気づかない。これはどうだ。しかし。こまつん。あ、こまつんの方が高いよ。あ、本当だ。あ、ちょっと高い。多分1枚分多分松の方が高い。松のが多い。うわあ！おやみ！さすがおやみ！さあそしてここで2周して1ラウンド終了。余っている金貨が一番高いやつが得点をいっぱいゲットできますよ。さあ集計タイムだ。集計タイム。いやでもこれはやっぱ親分にはかなわねえかな。でこの勝負ってトーナメント制じゃないよ。勝ちのそんなことある。そんなことある。結構早い段階で俺たちいなかったもん。なんならひまり最初からいなかったのおばあちゃんを誘導したのに。そして生き残っている人間で、一番多い人間から3点、2点、1点と。で今回は1点はいないのでそれぞれ3点、2点獲得。おお、こいつを3ゲーム繰り返して一番多い得点を持ってるやつが次世代をやるんだよ。ほんと？よっしゃー。やったじゃん。よっしゃー。これがおやび。ネクストラウンドいくぜ。よっしゃー。